ねえ、鴻上さん、これからもずっと刑事でいてくれますか？そう私に約束してくれますか？本日付で刑事課に配属になりました、常森茜です。私、何の役にも立ってなかった。私の判断間違ってたんでしょうか？ただチームの足を引っ張ってみんなを危険にさらしただけだったんでしょうか？私、執行官のみんなとうまくやっていけそうな気がします。牧島翔吾、トミネーターで裁けません。私ってサイコパスが曇りにくいのだけが取り柄ですから。これでようやく一つの目標を一緒に追いかけられるようになりました。牧島を逃がさないで、これは命令です。牧島翔吾、あなたを逮捕します。鴻上さん、いつだったか言ってましたよね、犬ではなく刑事として働きたいって。完璧なシステムが効いて呆れるわ。こんなものが人の生き死にを決めてるなんて。法が人を守るんじゃない、人が法を守るんです。シビラシステム、あなたたちに未来なんてないのよ。私たちはいつだってより良い社会を目指してる。いつか誰かがこの部屋の電源を落としにやってくるわ。きっと新しい道を見つけてみせる。